熊野古道の地図図中の青い道が、伊勢路熊野古道の伊勢路とは、伊勢国、伊勢神宮から熊野三山,山へ通じる三景道であり、熊野三景道の一つである。伊勢神宮から熊野早玉大社までの総距離は約170キロメートル。国の史跡、熊野三景道の一部として、2002年12月19日に追加指定を受けている。 2004年7月に登録されたユネスコの世界遺産、紀遺産地の霊場と山景道の構成資産の一部。世界遺産登録区間は断続的に計 32.9km。古くから伊勢神宮と熊野三山,山を結ぶ交通路で東海道中膝栗毛にも登場し、伊勢へ7度、熊野へ3度と呼ばれる信仰の道であった。 黄色などの和歌山県側の古道が貴族にも多く利用されてきたのに対して、伊勢路は主に庶民が利用する道として歴史を重ねてきた。熊野古道として人々の注目を浴びてきたのは主に和歌山県側の道であり、庶民が主に利用した伊勢路が注目されることは1980年代までほとんどなかった。一方で1970年代頃より一部の 地域住民がイセロに関心を抱き、山中にうずもれた古道の掘り起こしや、古道ウォーキングなどの活動を開始した。1994年には、三重県と東紀州八市町村が合同で、東紀州地域活性化事業推進協議会を立ち上げ、熊野古道の整備を重点施策に掲げ、イセロの調査と広報を開始した。世界遺産化においても、イセロを有する三重県では、 奈良県や和歌山県に比べ盛り上がりに欠けていたが、伊勢文化社が雑誌、伊勢人で取り上げたことで、三重県民の関心が高まり、登録に至るきっかけを与えた。他方で、多くの東紀州の地域住民にとって、伊勢路はいつもの散歩道という感覚であり、世界遺産登録後も、基本的に認識の変化はない。三重県立熊野古道センター2007年2月10日に、 三重県立熊野古道センターが大和瀬市向かいにオープンした。道センターは伊勢路とその周辺の自然、歴史、文化を対象とし、これらの保全、活用の拠点として、また、世界遺産、紀伊産地の霊場と山景道の東の入り口としての役割を担っており、熊野古道の保存や研究に関わってきた個人や団体が結集して発足した。 特定非営利活動法人熊野古道自然歴史文化ネットワークが指定管理者として管理運営を行っている。東紀州観光地域振興公社によれば2012年の熊野古道伊勢路の観光客数は273,673人であり前年比9.3%の増加となった。2014年に 世界遺産登録から10年を迎えたことから10周年記念事業が開催され、同年の観光客数は過去最高の約42万9000人を記録、経済効果は21億7000万円と推定された。2012年に最も観光客数の多かった浜海道、花の岩屋には3割に相当する9万1844人が訪れた。2位は、 馬越峠、3位は、津々と峠であった。市神峠は山中に渦漏れていたところを、地域住民により発掘、再整備されて通行可能となった。小瀬市川から、馬越峠を越える熊野古道伊勢路の石畳道、A、AB 浅井隆小坂良太、福永康則、井上義弘、次の一歩高まる、木運2014三重開古に熊野古道世界遺産10周年。 中日新聞2014年12月24日付長官、三え版10ページ、熊野山経道、国指定文化財等データベース、文化庁、2009年6月11日閲覧。世界遺産登録推進産検協議会、2005、世界遺産機遺産地の令状と山経道、世界遺産登録推進産検協議会ピアニッシモ、39、75、 ハット ABCDEFGHIJKLM、安食2007、P379、AB オリド2007、P86、伊勢島経済新聞熊野古道の世界遺産登録に貢献した地域文化史、伊勢人、創刊30周年2011年10月14日、三重の法則研究委員会編2015、P45、オリド2007、 P87、山口2007、P22、オリド2007、P85、87、ABCDE、宮崎正次、花街道、花の岩屋、一人がち熊野の古道、伊勢路昨年の、観光客数全体の3割9万1844人、マイカーリ弁性繁栄中日新聞2013年5月5日付長官、ミーマン20ページ AB、 熊野古道世界遺産10周年経済効果21億円来訪者は42万人。中日新聞2015年9月25日付長官。ミーマン20ページアじき2007。200 P380。ありがとうございます。